まあ眠気覚めてる。はい、というわけで今回もやっていきたいと思います。玉木さんと、はい、どめでーす。はい、です。はい、というわけでまた続きからやっていきたいと思います。はい、それではお願いいたします。はい、セーブしてピーン。うろこ、あ、待て、あ、そっか、逃げる逆の道。のえさんどこだ足早いな。うん、早いね。ごめん、てるくん。言うんだったら逃げんなよ。どこに行ったんだ。マジどこ行ったの。ずっと。ピクン、ああ違う。ピクンしない。全部落ちてくね。全部落ちるね。うん、初めての分岐路はどっちだ。これ帰る方向に行けばいいんだよね。帰る方向に行けばいいんだよね。だから左ですね。うん、のはず。そうですね。自信はね、右左で、右左って言った。右左が正解だから右じゃない。うん、そうね。危ない危ない危ない。右左で来たから右左か。危ないよ。ああ、え、え、これ失敗したんじゃない。うろこ目が合っちゃった。かぁ、いた、いた。サイレン。ほう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 。ほう。うわぁ、ごぽごぽ。あれ帰るんじゃなかったの。ゲームオーバー。最初左行って行きましょうって行き止まりだったところは右行って左行ったでしょ。帰るときは右でいい、なんだけど左右ってことだよ。コンティニューしますよ。すいません。ええ、全然俺もよく分かってなかったから。じゃあ一言、左右でいいのかな。のえさん2回目だ。2回目どこだ。どうする、左ってディーンってなったらまた。いやー、あれだよね、メニューを押してギブアップボタン押すよ。ごめん、てるくん。ギブアップボタン押しますよ。どこにいたんだ。サイレンだ。サイレンなんだね。いたぞ、サイレンだ。いや、普通に赤い面で見つかった時点で見つかるっていうね。人魚に、はい、左ですか。左ですね。やり行きます。だよね、左行きますよ。あー、なるほどね、うん、次右まで、したらそうだね。右人形ね。うん、そうだね。次はどっちだ。ここ右でもパーパーパーなんだっけ。いいだよね。行っとうぞ。おーい、これどうする、次はどっちだってなったらまた分かんないよね。分かんないよね。セーブしたいとこだよね。勘だよね。あれ、あれ、あ、見つかったんじゃない。ノエ、ノエさんか。ああ、な、なんだこのサイレンは。まさかノエさん、ウロコに見つかったのか。これ見つかったサイレンだよね、多分ね。そうだね。見つかったね、きっと。あ、あ、お前、早く帰れと言っただろ。待ってくれ、ノエさんがはぐれてしまったんだ。彼女を探さないと。ノエ、あ
のサイレンが聞こえるだろう。ウロコに見つかったんだ。あの子はもう手遅れだ。そんな、お前も望んでここへ来たわけじゃないなら早く帰った方がいい。望まずに来た者にとってここは悪夢でしかない。見捨てろって言うのか。そうだ、サイレンが止まった。もう彼女が追いついた頃だろう。ああ諦めろ。ごめん、テル君。クソ、死、諦めそうだか。急に、まああれだね、妹歓喜だよね、うん、まあね、そういえば妹いたいればね。妹ね。そして誰もいなくなったみたいなので、妹もいない。分岐、やっぱりこんな分岐路はなかったはずだぞ。どっちだ。いや、勘、ちょっと勘が来ましたよ。これあれか、失敗したらあの長いのやり直しになるのか。カットカット。左右できたから、うん、まあ順当にいって左なのか、左右なのか、そう、あえての右で行くのか。ちょっと多数決取りますか。うん、左右派だと思う人。おお、どん兵衛さんだけですね。僕一人ですね。左右派。はい、いや、まあ、なぜかというと次言ってんだけど理由があるんですね、うん、まあ前回見てくれたかどうかわかんないけど、うん、この動画アップする前に、うん、バイオハザードの方やってまして、うん、アウトローで攻めた結果、うん、バッドエンドで終わるっていう。あー、左右右アウトローなんかな。左右左なんか素直か。まあ素直かな。どっちも正解だったらいけるけどね。まあね、じゃあ多数決の結果で左でいきますか。はい、どうぞ。右だったらドンベさん、ごめんなさい。あ、いいよ、いいよ。そこをカットしなきゃいけないんだけど。おーい、って思って死んだら面白いよね。いや、確かに。うっそってなる。落ちないよね。落ちない、落ちない、怖い。え、4体目いや、始まったよ。どっちだ。じゃあもう次、右しかないんじゃない。まあ、その、正攻法に行くなら正攻法、交互にして行きますか。行きましょう、右に行きます、うん、はい。おお、どっちでも行けんじゃねえの。どうなんだろう、これ。笑ってる。やばいやばい、なんか、進まない方がいい。なんか出てるよ、進むのがいい。いや、進むしかないよね。ずっと追いかけてくる。笑ってる顔、妹に若干似てない？同一人物説を唱えますか、直樹さん。また？まあ、まさか、どこかで道を間違えたのか。いや、そんなはずは。のえさーん。どこだー。てるくん、喋ってよ。てるくん。おお、なるほど。もうなのね。もうなのね。チュチュ。どこにいたのか。うわー。タモキさんのじゃないですか。あ、私ですか。喋ってたからね、今ね。うん、
あ、あれ、ラネーザ。頑張って。あ、はい。あ、こっちか。早い、早い。なんだろうね、わかんない。ね、また始まってよ。ははもう本当に母、母だよね。母はね。連代。食らってるよ。あ、やばいやばい。嘘。今どっち行った？え、分岐とかどっちだよね。飲むやつ。ノータチノータチ。うろこ。こんなにたくさん。てるくん。すごい喋るね。呼んでるよ。すごい喋るんだね。ちょっともう次連打やって。うん。のえさん。わかった。来る。きっと来る。貞子的なやつ。彼女が来る。何その呼び方、何それ。サイレンが鳴ってる。まさか。さあ来たか。あ、人魚登場。ああ水をまず引いてから水をまず引いてから お待たせいたしました、人魚様と。そう水の完成が完了いたしました。おー、きょうわぁ。うん、どうしました、なんでした。いや、なんでもない。なんでもないですよ。あー、囲まれた。ピーン。捕まえたそんな声や。うわぁ。終わり。ああ、妹視点。妹視点。お兄ちゃん遅いな。ちゃんと帰ってこれるのかな。私とお兄ちゃんは赤い糸で結ばれてるんだもん。絶対帰ってこれるよね。ここに来んじゃない、人魚。ああ、でもやっぱ水引いてから。お兄ちゃん喋ったピーン。ホワイトアウト。あ、ちょっと、うん、どういうこと。カン。どういうこと。あ、やっぱ伝わってきてんじゃね、人魚。あ、糸、お兄ちゃんまで道が。あ、お兄ちゃんしてんだ。お兄ちゃんしてんだ。ルナ、レンダー、お願いしますよ、なかったら。レンダー使いますか。いや、わかりました、はい、じゃあ私行きますよ。タンクさん行くんですか。こっちに行く。鬼のレンダで。あ、これ大丈夫だね。これ大丈夫ですね。これ、タンクさん来るんじゃないですか。用意してて多いんですか。 OK ですよ。今のところすぐ始まってはねえから。お兄ちゃん、こっちだよ。来てるよ。ルナ。いやー、すごい喋ってくれる。あ、ピーン。あ、引っ張って待ってよ。釣ってるよ。なんかタラちゃんみたい、タラちゃんじゃないや、なんかイクラちゃんみたいだね。タラーつって。ダークさんじゃないのよ。マーキー。あ、やだ。あ、マーキー。ダークさん。はい。
ゴー。ほわーほわーほわー、近い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 。割と顔見えてるよ、ダークさん。マイコとしょ、マイコでした。いやー、腕がつる、腕がつる。高橋名人かけてこないのか。マロテル。ピチャピチャ。水の底へ潜っていった。そうか。自分の夢から出るつもりはないのか。だけど、あの笑顔の意味は何だ。ルナはあれ、いないの。糸手繰ってきたのルナ。どこだ。ばあさま、妹じゃない。あなたは。あの人の気配を感じる。え、また言ってんの。その下にいるのか。あ、主人、主人がいるのかね。言っちゃダメだ。その先は恐ろしい人魚の夢なんだ。あなたの見ているこの夢とは違う悪夢なんだよ。それにあなたのご主人は人魚に心を奪われてしまった。そんな人のためにもう苦しむ必要はないんだよ、おばさん。目を開いてる。どうぞ。どうぞ。どうぞ。わしはな、どんな結末になろうと、あの人を探し続けていたのじゃよ。人魚に心を奪われたことも知っておった。あの人魚への色欲に溺れた愚かな人だったが、わしはここで見続けていたのだ。死してなお再び出会える夢を。お、はい、入ってた。入水した。入水した。入水した。あ、行ってしまわれた。死してなお。ええー。